株式会社ミノ中とは、愛知県名古屋市中区丸の内に本店がある和菓子店。ミノ忠だの佐賀菓子は、名古屋では上等な新物用和菓子の代表格として知られるが、名古屋を出ない、日持ちがしない、特定期間しか販売しないの三内方針を持つため、地元以外での知名度は高くない。終わり繁大繁殖の徳川義直が、名古屋城に入城した際、企業屋は、 寸府城から同行して、名古屋入りし、その後は理藩の御用達となった。古さにおいても核においても、名古屋において貴郷屋は両口やこれ企と双壁を成していた。伊藤五福店では、顧客一人一人に貴郷屋の菓子を提供して、喜ばれたという。貴郷屋で長年奉公した、初代伊藤中兵は、子供がいない貴郷屋から、養子の打診があったが、これを断って独立した。 安政元年に名古屋城下の泉町に創業して、のれん分けを許されるとともに、貴郷屋の目玉商品である上り洋館や初カツオの製法も受け継いだ。同じように貴郷屋から独立した和菓子店としては、高下三年の鍋山町の河村や、海江元年のカチ茶山町の風呂園、宮町の松川や、南区名町の中野屋などがある。中米の独立当初の屋号は、 二の屋だったが、後に、自身の中から一時を取った、美の正しに改めている。なお、気境屋は、明治中期に途絶えている。1911年には、東京、赤坂ため池で開催された第一回帝国が子合め、大品評会や京都で開催された、京都博覧会などに出品し、その品質が高く評価された。1934年に、松阪屋で開催された、 直大菓子展覧会には美の中として出品している。戦前には企業屋からのれん分けされた和菓子店で作るこの未仙会という会合があり、美野正しに加えて泉万、フローエン、河村屋、松川屋の5店が代表格だった。初代の創業以前から立っていた本店は太平洋戦争の戦火を免れており、建築から200年以上を経ていたとされる。 三代目、伊藤忠兵は、数多くの財界人を輩出した、名古屋市立名古屋商業学校を卒業し、茶人とのつながりを深めて様々な流派から、歌詞の要命を受けた。三代目は松坂屋名古屋本店、丸江百貨店、名鉄百貨店、オリエンタル、中村百貨店などに、積極的に出店を進め、1952年に、合資会社みの宙を設立した。 五代目の伊藤健一の時代、1981年3月15日には、初の支店として段形通り店を出店した。1982年10月には、株式会社美の中を設立して、講師会社から組織変更。さらに、平和公園店の新規開店、本社工場や本店店舗の新築などを行った。六代目の伊藤よしこの時代には、 親子和菓子教室などのイベントを開催して若い世代への働きかけを行っている。上り用看護師様本店の店内団形通り店、美野正の直営店は名古屋市内にしか存在しない。客が商品を裏返さずに済むよう、生菓子の放送にはテープを使わない。ありがとうございます。